こんなこと誰にも相談できないし、もう私が消えるしかない。コリー、早まるな。何があったのかわからないが、相談なら何でも乗れ。おい、聞いてるのかコリー。そんなところにいたら危ない。こっちへ来るんだ。来んな。もうどうしようもできないの。何があったのかわからないが、俺なら力になってあげられる。だから何でも話してくれ。トマス・デン・サーベルから嫌がらせを受けてるの。嫌がらせ？うん。俺と付き合わないとあの件をスローに全部言うって。なるほどね。たちの悪いやつで。でも安心しろコル、俺が何とかしてやるから。ありがとう。これから何かあったときは一人で抱え込むな。分かったな。うん。あいつ許さねえ。コルにここまで追い込みやがって。ってことで今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、グンナ、今からハントマスターサーベルを倒しに行くんやって？そうだ。あいつはコルにひどいことをしてるんだ。だから最高幹部として今からけじめをつけに行くところだ。グンナって部下思いでいい人だね。僕少し見直したかも。だろ？だから子猫ちゃんもイマジンドーダーに来るんだ。いいようにしてやるから。それはちょっと遠慮してっけ。ごめんなさい、グンナ。私のせいで手間を取らせて。何言ってるんだこれ。お前は何も悪くない。全部あいつが悪いんだ。でもこうなったのはスローに調べてはいけないようなことをやってしまった自分も悪いわ。あんまり考えすぎるな。お前の弱みにつけ込んで無理やり付き合おうとしてくるあいつが悪い。あいつとは誰のことだ、グンナ。ハントマスターサーベル。よくも俺の部下に手を出したな。それに今の会話は全部聞こえてた。そうか。だったら話は早い。これ以上コルに嫌がらせをするのはやめろ。嫌がらせ？そんなことはしていない。ただコルが素直にならないのが悪いんだ。どういうことだ？コルは本当は俺のことが好きなのさ。なのにいつまでも俺の気持ちをもてあそびやがる。だから付き合わないとあの件はスローに言うぞと後押ししやったんだ。それは後押しとは言わない。脅しって言うんだ。脅し？そうだ。お前が勘違いしてるってことをはっきり分からせてやろう。コル、ハントマスターサーベルのことをどう思ってるんだ？別に恋愛感情は一切ないわ。今の聞いたか。これがお前に対するコリの気持ちだ。そんなわけない。お前がいるからそう言ってるだけだ。諦めの悪い男だな。コリはお前に恋愛感情がないって言ってるだろう。これ以上コリにつきまとったら俺が許さない。分かったか。それにコリがやらかしてしまったあの過去をスローに言ったら最高幹部としてお前を幹部から外す。いいさ、外せるもんなら外してみろ。俺はコルがやらかしたあの件をスローに話す。俺の気持ちを散々振り回して見せしめだ。そうか。だったらお前を力で分からせてやる。ちょっとあなたたち何喧嘩してるの？スロー博士、こいつを倒したら後から言いたいことがある。言いたいことって何よ。今言いなさい。そうしちゃうんだが、今はこいつを倒すことで精一杯だ。グンナー、やめなさい。一体何があったの？あなたたち戦う相手が間違ってるわ。敵はセブンよ。私のせいなんです、スローン博士。どういうこと？私、スローン博士に正直に言わないといけないことがあります。だったら早く言いなさい。ポリは俺のことが好きになったらしい。え？それでハントマスターサーベルが俺に嫉妬して今こうなってるんだ。そうなの、ポリ？はい。人まで来んな。トロビを刺してやる。本当にくだらないわ、あなたたち。恋愛するのは自由だけど、今後はそんなことで争いやまないで。分かったわね、グンナー。ああ。ありがとう、グンナー。いいんだ。あの時本当のことを言っていれば、お前は消されてたぞ。ごめん。でもとっさに思いついた嘘があれしか思いつかなかった。勝手にコルが俺のことを好きという設定にしてすまない。いいの。そのおかげで私救われたから。それに私。なんだそういえば、グンナ今日は白い装備だ。
ああ、覚醒モードに入りたいときはこの装備になるんだ。へえ、僕その装備好き。かっこいいね。ありがとう。そんなんでなるわけないや、きっと。クッキーマンの必殺技はありますか？もちろんあるけど、今砂漠地帯にいて暑くて溶けそうで力が出ない。本物のハンマーで無ドッジを叩いて。俺は無ドッジじゃなくて無ドッジ、